皆さんこんにちは、鉄ちゃうチャンネルへようこそ。スティーブ青島です。今日はこちらです。もうだいぶ前、1年ぐらい前に買いました、加藤の京浜急行2100型ですけれども、これの行き先表示シールを貼りたいと思います。はい、前回生配信の時に、グリーンマックスの名鉄、3500系、あれのシール貼りがグダグダでございましたけれども、まあ、その時にね、いただいたコメントで、側面はまあ難しいので僕は前面だけ貼って、終わりにしますっていう方が、見えまして、あ、それなら僕でもできるんじゃないかなと思いまして、ちょっとこれから積極的に行き先シール貼りをやりたいと思うんですけれども、まずは、グリーンマックスじゃなくてこの加藤からやっていきたいと思いまして、まあ、加藤の中でも最近買いましたね、一番お気に入りの京浜急行、こちらのシール貼りをやっていきたいと思います。はい、では動画を撮りましたのでどうぞご覧ください。はい、それでは、京急2100型、こちらの行き先表示幕を貼っていきたいと思います。以前の生配信の時に、まあ、皆さんからいろいろご意見いただきましたけど、この前面だけ貼って側面は難しいので貼りませんっていう方が結構見えましたので、今回僕も前面だけ、貼りたいと。で、まあ、京浜急行なんで、まあ、あまり私乗ったことないんですが、まあ、こっちを三崎口で、こっちは品川にしようかな、反対側は品川にしようかな、まあ、そういった感じで、前面表示貼り付けていきたいと思います。こっちが快速特急三崎口で、品川の方は特急品川にしようかなというふうに思います。それでは作業をしていきましょう。はい、まずは車両のボディを外します。ここに貼るんですよ、これ外れるんですけど、今日はそのままつけていきます。で、このパーツ予備もついてて、実は例えば今日はまあ三崎口を貼るんだけど、両方とも品川とか特急品川、快速特急品川、まあ、いろんなバージョンで楽しめるようにはなっておりますが、今日はとりあえずこの最初からついているものに入れていきたいと思います。ではまずは快速特急三崎口、これですね、これを。はい、このように貼れました。ではボディをかぶせてみます。おお、いいんじゃないですかこれ。お、かっこいい、うまく貼れました。 7A 背徳三崎口、印象から言うとグリーンマックスより簡単に貼れました。加藤の方がね、シール貼るのは簡単です。まあ、僕の、まあ、あれかもしれませんけど。はい、とりあえず無事、三崎口の方が貼れましたので、もう一つの反対の方の先頭車は、特急品川を貼りたいと思います。はい、それでは反対側も貼っていきたいと思います。はい、貼れました。では、ボディをかぶせたいと思います。はい、特急品川も貼ることができました。はい、快速特急三崎口と特急品川、それぞれ貼ることができました。はい、ということで今日は京浜急行2100型の、行き先表示シール貼りでした。それでは最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は横のチャンネル登録ボタンから、スマホタブレットの方は下の概要欄からチャンネル登録をお願いいたします。
あと、ツイッターのフォローもお願いいたします。